今日はね、やっぱりそのいわゆる江戸っ子かたぎという人たちがたくさん出てきたけど、はい、やっぱりその昔からの仕事を受け継いでいる人たち、職人さんたちと、そうね、でそういう人たちがあの日本橋とかね、あの神田とかっていうところはもうこの住み替わりしちゃってるけど、やっぱ浅草にはまだ生きてる。だから60年とか80年って数字がポコポコ出てきますもんね。そう、その代わり、つまり我々がにわかに浅草に住んでもなかなかそれはね、浅草っ子江戸っ子としては認めてくれない、はい、その厳しさもちょっぴり感じたな。幼妻ちょっと危なっかしくって刺激的。ママが若くていいね。13歳で同棲し、15の年で1児の母。夫は元暴力団でも幼妻に頭が上がらない。両親の反対を押し切り結ばれた視覚障害者同士の若夫婦、手を携えて歩む姿に心打たれます。ロリコ、ロリコ5組の幼妻カップルの甘い生活と苦い体験を追いかける来週の底が知りたい。ご期待ください。